はい、皆さんこんにちは、主編です。今はですね、4月の10日、午後10時47分となっております。まあ、この時間にウマ娘何やってるんですかって話なんですが、今日ですね、お昼の12時にウマ娘の公式ツイッターで発表されましたけれども、西のフラワーが実装されるということなんですが、まあ私的には西のフラワーも確かにいいキャラクターだなと思うんですが、まずこの富士奇跡、そして星雲スカイを手に入れてないんですよ。まだこのガチャ回してないので、ぜひね手に入れたいと思ってるわけです。で、皆さんわかりますでしょうか。これね、無償ジュエルと有償ジュエル合わせて、まあ、約3万ジュエルございます。このジュエルを使ってできれば富士奇跡、そして星雲スカイを手に入れて、かつこっちのサポートカードガチャも回していきたいというのが本音です。まあ、まずはね、こっちピックアッププリティダービーガチャ、これを回していきたいと思います。まあ、今ちょっともう夜なんでね、あんまりこう大きな声出しちゃうと本当に近所迷惑になっちゃうので、ここは声を抑えていきたいと思います。まずは1日1回限定、この優勝の、まあ、いわゆるおはガチャと呼ばれている方からやっていきたいと思います。よいしょ。ああ、お、ボルシーでしたね。じゃあとりあえず10連やっていきましょう。この10連で出たら私は嬉しいんですが、この前の私富士奇跡初めて実装された時のガチャで、天井の一歩手前、まあ、これ動画で出してるんですけど、190連目で富士奇跡が来たっていう、もうなんか個人的にはトラウマが今ちょっともう蘇ったんですけれども、まあ、そういう過去がありますので、もしかしたら今回もそうなっちゃうんじゃないかとちょっと危惧してるんですが、まあこの10連で引けたらいいですね。じゃあ行きましょう。ガチャを引く。あー、扉が普通、もう全然普通でしたね。あー、看板も普通。金銀銀銀銀金銀銀銀金金金金が3つでしたかね。さあ何が出る。グラスアンダーは大和なでしこ、タキオン、ナイスニーチャー、リングヘイロー、タキオン、ライアンですね。また2連続ライアン、チケット、さあタンホイザー、最後はゴルシー、安定のゴルシー。まあこんなもんですよ、最初の10連目は。やっぱね、最初の10連でね、都合よく来ることって、まああんまないですよ。ほとんどない。やっぱ日頃の、やっぱ行い、どれだけ得を積んできたかによって、やっぱりこう、再ゲーム数が、こう、調整してくるわけですから。これで諦めるわけにはいきません。20連目いきます。なんと普通の扉でございます。扉、あ、看板光ってるね。でもこれ確定か？確定なんだっけ？これって。どっちだっけ？おっと！今9番目の扉が虹色になった。さあナイスネイチャーが1番目で、2番目ウイニングチケット、3番目がスーパークリック、4番目チケゾー、5番目ナイスネイチャー、6番目ハルウララ、7番目キングヘイロー、8番目チケゾー。さあ運命の9番目、何が出るのか。さあ来い。巡り巡り影をたどって、いつかきっとあなたに。カフェはね、持ってるんですよ。まあまあ、ピースがね、集められるから、まあ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 。あれ、次のちゃんみって、カフェ敵を、敵性あるっけ？多分ないよね。あったかな？わかんない。あー、すり抜けました。なんてことだ。まあ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 、でも、出てくれたの嬉しいですよ。いや、でも諦めきれないね。富士奇跡か、星雲スカイ。どっちかを。いや、どっちもお出迎えしたいけど、出てこないかな。両方ともは来ないか。あー、看板普通だ。ほらー。あー。おー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 、これグロ画像だな、おい。グロ映像だぞ。アキオン。ダイアン。うらら。お世話になっております。ね。この前の根性トレーニング S ランク達成した時もお世話になりました。いかがお過ごしでしょうか。はい、はい、タキオン、ウララ、キング、アンホイザー、チケゾー。じゃあ最後なんだ、前のトップガンですね。はい、ね、チーンな感じですね。チーンな感じ。でも私は諦めない。今んとこ星3はカフェだけでしたね。まあまだね、
これ40連目ですから、40連目、まだまだ諦めません。はい、こんな結果です。いや笑えねえわ。いや出てほしいね。いやーもう半分くらいまで来ちゃいましたね、これ、ジュエルが。うわ、マジか。これ、天井行っちゃうんじゃねえの、これ。勘弁してほしいな。あ、光ってる。看板が光ってますよ。これは期待できます。これ、確定じゃないからな。これ、確定じゃないな。いや、二次昇格あるかもしんないけど、これ、どうだ。あ、爆心を2連続。おっと、いやー、匂わせぶりがすごいな。さあ、タキオン。前のトップガン。二次昇格コネが。二次昇格が来てほしい。ライアンだ。そしてタンホイザー。もう、飽きてきたぞ。タンホイザーの顔見まくっちゃったから。違う顔が見たいな。来たー！あー、そっちじゃない。そっちじゃないんだ。いやー、ちょっと待って。そっちじゃないんだよ。そっちじゃないの。俺はパンツ姿の、いやパンツだけど、このパンツじゃなくて、俺はドロワのスカイが欲しかったんだ。釣りじゃないんで、踊ってる方が俺は欲しかった。いやまあちょっと、いやセウンスカイだけどさ、そっちじゃねえんだよ。マジか、そっちじゃねえんだ。何これ。マジかよ。そっちじゃねえんだよ。てか俺もう星雲スカイ星5だからさ、もうピースあってもしょうがねえんだわ。覚醒マックスまで上げちゃってっからもう、しょうがねえんだわ。まあ、もうなんか、うわぁ。つらい。あの、ドロワの富士奇跡と星雲スカイが欲しいんでね。そっちじゃねえんだわ。うん。おぉ来ました、金の扉。さて、何が来るか。封じ奇跡、はい、封じ奇跡。封じ奇跡、はい、封じ奇跡。封じ奇跡、おい、来た、おい、来た、イェイイェイイェイ。はい、さあ、何が出るんでしょうか。何番目だった？ 7 番目か6番目くらいだったか。あんまり声を高すぎに、声を出しすぎちゃうと怒られちゃうんで、ちょっと抑え気にしないと。さっきちょっとやばかった。さあ、爆心王。また爆心王。キングヘロー、次かな？次か？あー違うか。次？次かな？次2時間？来た！しゃー！来ましたー！よかったねー！あら、かわいい！いや、素敵だ、富士山！いや、ちょっと背中がちょっとやばない？いや、その笑顔やめてーやー。ちょっと待って、そのさ、だってあんたいつもすごいクールじゃん。ね、ポニーちゃんなんて言ってさ、でもそんな富士奇跡がですよ、こんなもう女の顔をしてる。いやもうこれ看板もう富士奇跡、俺ほんともうめっちゃ好きだから、やべえわ、嬉しいですね、嬉しい、非常に嬉しい。来ました、あとはセウンスカイです。まあ、天井したときもセウンスカイは手に入りますね。いやー嬉しいですね。あとはセウンスカイ、あとは星雲スカイが出れば終わりだ。もう星雲スカイが出てくれれば俺はもう終わりなんだ。ミッションコンプリートなんだよ。ああ。出ねえな。全然出ねえじゃねえか。
いやー、そろそろ来てもいいんだよ。藤木関はもう来てるからね。あとあんただけなんだよ。セイウンスカイ、あんただけなんだよ。おっ、さあ7番ゲート、一体何が来ているのか。できればドロワーのセイウンスカイ。さあ2番目桜爆心よ、3番目アグネス作業上がってきた、4番目ハルウララ後ろでポツンと1人、そして5番目メジロライアン、6番目フクキタル。さあ次7番目何が来る。どいつもこいつもバカにすんな。私は走るし勝ってみせる。いやちょっと待ってや、待て待て待て、お呼びではない、違うよ。いや可愛いけど、かっこいいけど、強いけど、君じゃないんだ。君じゃないんだよ。すり抜けが辛いな。しかも持ってるし、リュウって出なかったでしょ。持っとるんだわ。来るならさ、やっぱミホノブルボンとかサイレンス鈴鹿とか AC フラッシュが来てほしいよな。俺持ってないんだよ、今言った3人を。3人ってか、ね、3馬娘。いやー、デュエルがみるみるうちに減ってきますね。まあでも星さん出てくれたのは嬉しいです。さあ、セイウンスカイ。出てくれるか、セイウンスカイ。何、セイウンスカイは今、どこ行った？実はさっきのセイウンスカイって、あれじゃない、本当はゲート入った時は、ドロワの衣装だったんだけど、多分出てくる時に通常の衣装に着替えたでしょ。170年目、行きましょう。あー。やべえ、もう次180連目だよ。怖いよ。天井行っちゃうよ、これ。セウンスカイ。お前を待ってるんだ。早く来てくれないか。あー、光ってるー。看板が光ってるよー。ふっ !5 番ゲートが光りました。虹色に。さて、何が来るか。1番目は、おっと、黄色になって。待ちかね、タンホイザで。さあ、2番目、ライアン。3番目は、タキオンね。やばい方のアグネスね。まあ、どっちもやばいか。はい、じゃあ4番目、爆心王。さあ、次なんだ。いやいや、ちょっと。いや、違うよ。いや、あんたさっきさ、新衣装で着てたやんけ。いや、ちょ、まあ、嬉しいけど、いや、嬉しいけどさ、ちょっと、待てや。待てや。おかしい。これはおかしいから。もう持ってるし、いや、ちょっと、すり抜けじゃねえかよ、これ。違うよー。なんで、いや、同じ藤木席でもそうじゃねえんだよな。今、新衣装を着たからいいけどさ、なんでそっち食ったね。ちげえんだよな。いや、俺の物欲センサーをさ、うまく読み取ってほしいんだよね。そうじゃないんだよ。おっ！ああ。タンホイザー、笑顔が眩しいよ。ね、ナイス姉ちゃんの次、たわけだ。違うんだよ、藤木関そうじゃないんだよ。もし出るとしても新衣装で来てほしいんだけど。なんてこった。さあ、次。190連目。これで出ないと課金しなきゃいけない。数百10秒課金しなきゃいけない。いやー、金とか結構ポツポツ出るようになってきたんだが、おう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 、これはどうなる？どっかに虹に上がるか？上がらないか、ヤマドナデシコ。アクラ爆心よ。ライアン、ライアン助けて、ライアン。セウンスカイ呼んできてよ。グラスワンダー。誰でもいいからセウンスカイ呼んでほしいな。釣り竿を振ってる方じゃなくて、踊ってる方のセウンスカイが来てほしいな。あらー。ジェールが不足している。購入するしかないか。デイリーパック購入したんで10連できます。さあ、もう一回引けますよ。天井行っちゃうね、これね。行きましょう、天井に。あー、全然扉もなんもねえわー。さあ、無事天井を迎えるこの瞬間に皆さん立ち会っていただいてるわけですけれども、あー、なんということだ。さあ、グラサンダー、タキオン、どっかでセンスカイ来ないか。うららだ。あ、ネイチャだ。ああ、はい、いや。ネイ。次、手伝いくか。バクチンよ。ああ、200連にと。200ポイント溜まった。いやー、天井を迎えました。
新衣装の藤木関谷を迎えてきたんですが、星雲スカイがどうしてもダメでした。戻りましょう、交換ラインナップ、こっちも持ってますから、星雲スカイ交換しましょう。マジかー、天井しちまったよ星雲スカイ。お前出てこなかったな。お前ピックアップって言いながら全然ピックアップしねえじゃねえかよお前はい、交換します。来た。レースもダンスも普通じゃつまんないでしょ。せやね、かっこいい。いやーかっこいいな。おーおー、よくそこまで踊れるね。いやーこの笑顔が最高ですわっていうのを天井行かないで私は見たかったね。すっからかんです。ジュエルがもう310ジュエルしかないです。本当はねこっち行きたかったんだけどね。ちょっと変えましょうかホームね。あー素敵、綺麗だろう。綺麗です。もちろんドレスがね。どっちもでしょ。それとも私自身が美しいって思ってくれたのかな。あもう声がかっこいいわ。もうダメこれは、あかんわ本当に。もう男でも夢女になるこれはまあいいや、まあとにかく、今回のガチャ動画はこれで、私と踊ってくださらないなんてね、驚いたかい。こうすると随分雰囲気が違うよね。待ってよ、ダメダメダメ、これはあかんわ本当にダメ。これは私明日から女になりそう。